ホスターはアメリカが州国ロードアイランド州の北部プロビデンス郡の南西部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口4606人であり、州内39市町のうち人口では少ない方から3番目である。ホスターの町は17世紀にイギリス人開拓者が農業社会として入植したのが始まりだった。1662年、ウィリアム・ボーン。 ザカライア・ローズ、ロバート・ウェスコットが、ウェストクアノーグと呼ばれ、プロビデンスに接するインディアンの広大な土地を購入した。この、ウェストクアノーグ買収地は、現在のホスターの町のほぼ南半分に相当していた。最初の開拓者は、エゼキエル・ホープキンスだとされている。ニューポートから来た多くの開拓者が18世紀の町で活動した。町として法人化される直前、 ホスターで最初の教会であるカルバン派、バプテスト教会が設立された。その直後にシックスプリンシップルバプテスト教会とフリーウィルバプテスト教会が設立された。ホスターは1730年にシチュイット町と共に法人化され、シチュイットタウンシップの西部を形成し、1781年まではシチュイットの一部だったが、その年に、 別のタウンシップとして分離した。ホスターの町名は、ロードアイランド州、選出アメリカ合衆国上院議員、セオドア・ホスターから取られた。ホスターは町に、図書館を寄贈した。この図書館の当初の書籍のいくらか及び町の記録は、現在も保存されている。同じく、ロードアイランド州、先出アメリカ合衆国上院議員ネルソン・オルド、リッチは1841年に、 ホスターで生まれた。オルドリッチは、アメリカ合衆国の連邦準備制度を始めた時の推進者だった。1920年代、この地域でも、クークラックスクランが活動し、1924年には、ホスターのオールドホームデーグラウンドで、参加者8000人という州内最大級の集会が開催され、アラバマ州選出アメリカ合衆国上院議員、J. トマス・ヘフリンも出席した。 フォースター町役場、1796年頃。1801年からタウンミーティングが連続的に開催され、この種の集会所として、国内最古のものアメリカ合衆国国政調査局によれば、地域全面積は51.9平方マイルであり、このうち陸地51.1平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は1.41%である。 ホスターの町内には、ロードアイランド州での最高地点、標高812フィートのジェディモスヒルがある。国勢調査指定地域である、クレイビルもホスターの一部であるが、その領域は、東隣のシチュイットの中にもまたがっている。ホスターの郵便番号である02825は、人口の多いシチュイットが含まれているので、ホスターの人口よりもかなり多くの住人が属している。 ホスターの気候は最高、最低温度の差がほどほどであり、1年間を通じて適度な降水がある。ケッペンの気候区分では、西岸海洋性気候であり、略号は CFB である。ホスターセンター歴史地区のタウンポンド、1845年頃、以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ホスターにあるキャプテンアイザック・ペイン小学校は、 ニューイングランド共通評価試験のリーディングの評価で、生徒の82%が優秀評価となり、州内最高レベルにある。フォスターには、フォスター町役場がある。1796年に建設され、現在も利用されている。この州の集会所として、国内最古のものである。スワンプメドウ屋根付橋は、ロードアイランド州に2つしかない屋根付橋の1つである。 1994年に、フォスター住人のジェド・ディクソンが19世紀初期のものの再生として建設した。高道にある屋根付け橋としては、州内唯一のものである。州内の最高地点、ジェリモスヒルがフォスターの町内にある。フォスターは、ノースサウストレールの中で最も景観の良い部分がある。このトレール沿いに、 トマスオーニューマ社店の名残がある。これは、後の1919 19年に屋根板工場に転換されたものである。ありがとうございます。